Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はカカノサークル。カカノサークル先頭です。このまま押し切るか、サマーレーサー追いすがります。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。カカノサークル1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カカノサークル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はスキミング。キャプテンスティーブ必死に追いすがります。スキミング、ここまでか。アルバートザグレート、スキミング追いすがります。アルバートザグレート、アルバートザグレート、1着、2着にはどうやらスキミング。勝ったのはアルバートザグレート、見事な勝利です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはポッドコラム。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくポッドコラム行きました。続いて前へ行くのはタタノアサヒ、さらにはエイコーンウォン、9番プレシャスヨーク、その後ろ。前に戻りましょう。ポッドコラム先手を取りました。1番タタノアサヒ、2番手を追走、その外からステイフレーム、その隣にセンターユース、その横にエイコーンウォン、プレシャスヨーク、この馬もこのグループ。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。それでは先頭からロングコース先手を取りました。これに続いてポッドコラム、タタノアサヒ、後位をキープ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。それでは先頭から先手を取ったのはロングコース、センターユース、それに続いています。さあ先頭は依然として13番ロングコース、センターユース、ほとんど差がありません。タタノアサヒぐんぐんと差を詰めてくる。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はタタノアサヒ、離れてロングコース。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はタタノアサヒ、タタノアサヒ差し切った。2番手は丸尾翔、タタノアサヒ独走、タタノアサヒぶっちぎりです。タタノアサヒ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。タタノアサヒ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのはサプライズパワー、肩のチャンス、先頭残り 100m、 肩のチャンス、先頭サプライズパワー追いすがります。肩のチャンス、ゴールイン、肩のチャンス1着、2着にはどうやらサプライズパワー、これが G1 馬の実力だ。肩のチャンス。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は肩のコマンダー、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は天山星座、2番手は天山星座、肩のコマンダー先頭だ。先頭は肩のコマンダー1着でゴールイン、肩のコマンダー1着、2着にはどうやら天山星座、見事に勝ちました。肩のコマンダー天山星座2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アースナイト、ダッシュがつきません。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。肩のプロテクター、前に行きそうです。ビッグサンダース、それに続いています。さらにはコンサートミリオン、5番、肩の朝日、その後ろ後方に控えたのがバルロイヤル。前に戻りましょう。なんと先頭は肩のプロテクター。これには場内からも歓声が上がります。並んで7番、ビッグサンダース、コンサートミリオン、この馬もこのグループ。すぐ隣にケアレスケリガン、その横にグレートフット、これに続くのがミッキーハーバー、その外からアースナイト、内からはジム&トニック、さらには肩の朝日、その外にトップツイスト、ペルシアンライオン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として肩のプロテクター、ビッグサンダース、ほとんど差がありません。コンサートミリオン3番手。さあ肩のプロテクター、逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は肩のプロテクター、並んでビッグサンダース、その隣からはコンサートミリオン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。肩のプロテクター、先頭、差はほとんどありません。2番手は肩のプロテクター、あと 200m、 先頭は肩の朝日、残り 100m、 肩の朝日先頭、2番手はジム&トニック、肩の朝日ゴールイン、肩の朝日1着、2着にはどうやらジム&トニック、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。肩の朝日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスペイン、綺麗なスタートを切りました。オートボール、前に行きそうです。スペイン、それに続いています。さらにはカタノパレス、14番、ベレヌス、その後ろレイズモーニング、後方に控えました。もう一度先頭から、先手を取ったのはビューティフルプレジャー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。ビューティフルプレジャー、先手を取りました。大きく離れました。ベレヌス、並んで11番、スペイン、カタノパレス、後位をキープ。すぐ後ろにジェネラルチャレンジ、さらにはオートボール、タタノアピール、それに続いています。クイックベッド、すぐ後ろ並んで10番、カラニシ、トゥーザビクトリー、そのうちに続いています。これに続くのがレッドブリッド、ファンタスティックライト、すぐ後ろしんがりからレイズモーニング、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、1番、ビューティフルプレジャー、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はビューティフルプレジャー、2番手のベレヌス、先頭を捉える勢いです。ティズナウ3番手、カタノパレス、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ビューティフルプレジャー、先頭、ティズナウ先頭、2番手はビューティフルプレジャー、残り 200m、 ティズナウ先頭だ、残り 100m、 ティズナウ粘る、一気にカタノアピール、ティズナウカタノアピール、1着、2着にはどうやらティズナウ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノアピール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はカカノピレネー、しかし後続の足移動もなかなかいい。カカノピレネー先頭、2番手は名勝ドト、カカノピレネー今ゴールイン。段違いの強さです。カカノピレネー1着、2着は名勝ドト、これが G1 馬だ。カカノピレネー。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はキングクガート、キングクガート先頭、2番手はフェアリードロール、あと 200m キングクガート先頭だ、残り 100m キングクガート先頭、2番手はフェアリードロール、先頭はキングクガート、1着でゴール、キングクガート1着、2着にはどうやら片野エッジ、勝ったのはキングクガート、見事な勝利です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサマーレーサー、綺麗なスタートを切りました。片野朝日前に行きそうです。サマーレーサー、それに続いています。さらにはクリスタルドミニオン、13番オブザーバトリー、その後ろ。先頭に戻りましょう。それでは先頭から先手を取ったのはサマーレーサー、その外にタレントドライブ、並んで10番クリスタルドミニオン、ブルーファルコン、この馬もこのグループ、ノースオレンジ、そのうちに続いています。すぐ後ろにチーパール、その外からオブザーバトリー、その隣にオートジュピタ、エアアップ、そのうちに続いています。内からはデイストリート、その隣にクイックルーズ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前はサマーレーサー、タレントドライブ、ほとんど差がありません。オブザーバトリー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はオブザーバトリー、片野朝日先頭、2番手はオブザーバトリー、追いすがる、やはり片野朝日先頭だ、残り 200m 片野朝日先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオブザーバトリー、片野朝日独走、片野朝日ぶっちぎりです。片野朝日1着、2着はオブザーバトリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。片野朝日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わって片野タイクーン、片野タイクーン先頭、残り 100m 片野タイクーン粘る、一気に片野ロッキー、片野ロッキー1着、片野ロッキー1着、2着は片野タイクーン、片野ロッキー見事1番人気に応えました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はアンブラサモア、全ノエルシド先頭、あと 200m、 全ノエルシド先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。全ノエルシド先頭、2番手はエイシンプレスト、全ノエルシド、全ノエルシド1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、全ノエルシド。
Thank you.
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は名勝ドトー、残り 200m、 先頭は名勝ドトー。エアスマップ必死に追いすがります。エアスマップ追いすがります。大外から一気にカカノピベネー、名勝ドトー、名勝ドトー1着、2着にはどうやらカカノピベネー、見事に勝ちました。名勝ドトー、カカノピベネー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のミッキーダンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。トップコマンダー、これは好スタート。オブザーバトリー、この馬も好スタートを切りました。アンブラサモア前に行きそうです。続いて片野朝日、その外にビッグサンデー、その隣にポップコマンダー、すぐ後ろにハイキトレジャー、青の帽子ゼンノエルシド、その後ろ、これに続いてワシントンカラー、ミッキーダンス、それに続きます。すぐ後ろにブラックホーク、その隣にレイシンプレストン、少し間が空いてアグネスデジタル、黒の帽子名称王道、その後ろウォースミブライト、それに続きます。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭は依然としてアンブラサモア、2番手は片野朝日、これは絶好の手応え。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アンブラサモア先頭、差はほとんどありません。2番手はアンブラサモア、懸命に追いすがります。やはり片野朝日先頭だ。残り 200m、 片野朝日アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はゼンノエルシド、片野朝日独走、片野朝日ぶっちぎりです。片野朝日1着、2着はゼンノエルシド、片野朝日見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。